中国、四国地方とは、中国地方と四国地方の9県をまとめた、総称である。中、四国と呼称、表記されることもある。かつて第3次全国総合開発計画において、地方区分として一時的に使用されたことがあるものの、歴史的に、機内との結びつきの強い四国地方や、四国地方との交流が薄い山陰地方からの、反発もあり、次の4前奏からは、 再び別々の区域として扱われるようになった。現在は交通体系の整備や瀬戸内海の環境保全など、両地方の共通の課題について協議会が設置されているほか、一部の省庁の出先機関や企業の支点設置で見られる区分である。中国、四国地方で最も人口の多い都市は、広島市で人口は110万を超し政府の中国地方管轄の 出先機関が集まる。しかし人口70万を超える岡山市も山陰地方と四国地方を結ぶ交通の結節点であることからアクセス面で優位性はある。四国地方では松山市が四国での人口最大都市であるが高松市が支点経済都市の役割を果たしており都市圏人口では四国最大である。なお香川県と岡山県 愛媛県と広島県はそれぞれ陸上に県境を有している。政令市い都市広島市岡山市中核市松山市倉敷市福山市高松市高知市下関市呉市松江市鳥取市市工事特例市ちしし市のせ市しく市し、山口市えしとっとりしし市うじ市くれいしがいとうしなしいっぱんし、と市しま市やま市市,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 市市しひが山市ろしまし人こは、 2020年11月1日推計人口の1000人、大以下を死者誤入した数値。日本の市の人口順位参照。プロ野球四国アイランドリーグプラス社会人野球、J リーグ日本フットボールリーグ、中国リーグ、四国リーグ、日本女子、サッカーリーグトップウエストトップ九州、プレミアリーグプレミアリーグチャレンジリーグジャパン、プロフェッショナルバスケットボールリーグ T リーグ、日本リーグ、 日本リーグ女子、実業団男子西日本リーグ女子リーグ X リーグ、日本リーグ、西日本リーグ、関西リーグ、日本リーグ、西日本リーグ、西日本リーグ駅伝駅伝。ありがとうございます。